ちなみに一番好きな食べ物って何なんですか。一番好きなクレープか。クレープ？かわいい腕るわみんなで。クレープですか。クレープですね。大谷選手の思わぬ素顔が分かった。寮に帰るギリギリまで取材を続けさせてもらえることに。こんなことある？早速バス内で試合後の過ごし方について聞いてみた。ここちょっと寄っていこうかとか。はい。そんなことあるんですか。まあ、コンビニとか。はい、あ、コンビニ、はい、コンビニ普通ですね、はい、めっちゃ。もう俺らの高校時代やわ。ほんまやわ、はい。高校時代なんかコンビニとかはすごい気使って買うじゃないですか。うん、買うもう今はまあ大体あこれ食べたいな食べたいなって。そうね、お小遣い制やったし、はい、今日お金ちょっとないねん言って、はい、今日はちょっと肉まんやめとくわとか、はい、あの、はい、そんなんでしたもんね。まあもう好きなもんやん。うん。なんだコンビニのもん全部買えるやん。好きなやつ。11歳で1億円プレイヤーだもんな。俺これ結構買うなっていう。まあその細長いクレープみたいな。クレープ。クレープ本当に好きやね。うまいよな。試合で活躍できた時は自分へのご褒美としてコンビニで大好きなクレープを買うという。そうよね。ちなみに。ちょっと今日あかんかったなっていう時とか、一、はい、回もうリセットするのとかっていうのはどういう、はい、あ大量に甘いものを食べます。甘いものばっかりや。それ女子みたいな感じやとか。ストレス発散には甘いものを大量補給。せっかくなので3人は急遽コンビニへ。これが日常。大谷選手の日常、帰りにコンビニでちょっと買う。大谷選手私服で2人ユニフォーム。もう何かが間違ってる。ありがとう。確かに確かに間違ってますね。恥ずかしいおっさん2人やねこれ。カゴモさん。もう買う気満々や。もう好きなもん買ってますね。この辺や、はい、あよく夜スイーツコーナー出たよ、はい、大谷ゾーン。青ミルクレープやな、俺やったらうまそう。めっちゃ笑ってるやんか。これに似てるんです。あ、これ生チョコバニラ。はい、手巻きクレープ。へぇー。いっとっていっとって、好きなだけ取って。帰り道入ってもらう。これ今日買うから買っちゃうよ。俺大谷と一緒のことしよう。同じの食べたいもん。ちりくらいでいいの。いくら何個か買っといたら買っといたらええやん。もう何なの今。すいません、俺のおごり。あ、すいません。今ここでおごっといた方が絶対いいから。結局雑誌の購入は控え、クレープばかりを大量購入。お会計は締めて1474円。クレープどんだけ買ってる。岡村がおごった。すいません、行きましょう。お疲れ様です。なんと大谷さんにおごりましたよ。お前やな。車内で早速いただきます。いただきます。お疲れ様。男3人がクレープを頬張る。うまいね。幸せ。うん、大好物を口に大谷選手も大満足。うまいね、ほんまにうまいわ。もうたまらん俺。バスは間もなく寮へと到着。今度こそ本当の取材終了。最後に大谷選手から子供たちへメッセージをいただいた。いい選手だな。まあ、僕はすごい田舎で育って、もちろんどのぐらいの選手が周りにいてすごいのかもわからなかったですし、まあただプロ野球選手になりたいなっていうその気持ちだけでやってきたので、うん、まあ目標設定もそうですけど、やっぱり慣れると思わないと始まらないので。慣れると思わないと。そうですね、すごくそれが大事かなと思います。